はい、只見町の街中からお伝えします。現在私が目の前にいる道路ですが、本来真ん中に雪を溶かすための装置があるんですが、現在は稼働しておらず、道路に雪が積もっている状態となっています。また歩道を見てみますと、10センチ程度でしょうか、雪が積もっていて歩きにくい状況となっています。午前9時に只見町で取材を続けていますが、雪は止むことなく降り続け、午後は風も強まり、目の前の視界が悪くなる時間も多かった印象です。予想される大雪に来月開かれるイベントへの心配の声も聞かれました。車の上にこんもりと積もった雪。町民は朝から雪かきに追われました。雪降ると屋根から雪が落ちますから、まあ、常に屋根は注意して作業してます。まあ、覚悟はしてます。ちょっと極端だから、やっぱりね、ちょっと異常気象なのかなって感じはしますけど、あんまり多くもいらないですけど。只見町の積雪は62センチと、例年の4割ほど。来月10日と11日には、冬の一大イベント雪まつりを控えているため、恵みの雪になると思いきや、せっかく作ったところがまた埋まっちゃって、まだ掘り出してっていう細かい作業になってくるんで、掘り始めれば、まあ、あんまり極端に降られると困っちゃうんですね、はい、警報級の大雪となると、今後の作業に支障が出る恐れがあります。明日からは雪を掘って形にしていく作業を始める予定なだけに、今後の雪の状況を心配しています。掘り始めたら、まあ適度に降っていただくというのが一番いいかなと思います。はい、はい、今現在も少しちょっと雪が強くなってきたんですけども、はい、他にも町民からは、雪が降るのはスキー場だけにしてほしいなどとも声も聞かれました。以上、只見町から中継でした。うん。